妖精がいることを信じますか？名古屋グランパス、ドラガン・ストイコビッチ。彼のニックネームはピクシー、妖精。 J リーグでも彼のことをこんな風に見てはいないか。天才、気まぐれ、そして怒りっぽい。今まで何度妖精が起こった場面に出会ったことか。今年こんなシーンがあったのを知っているだろうか。誰もがこの時、妖精は怒りをあらわにすると思った。だが妖精は耐えた。実はこの瞬間にこそ妖精のサッカーへの思いが詰まっていた。そして破竹の快進撃、グランパス好調の鍵は。90年ワールドカップイタリア大会、旧ユーゴスラビアにはとっておきのスターがいた。ストイコビッチ。ベスト8をかけたスペイン戦、彼の放った2つのゴールはまさに妖精という名にふさわしかった。続くアルゼンチン戦、PK 戦となったこの試合、彼が自己アピールしたものは芸術性だった。外すという形で旧ユーゴスラビアは敗れた。彼にとってのワールドカップ、出場よりも大切なこと。još veći uspjeh je ako na tom svjetskom prvenstvu ostavite jedan dobar utisak kao što je meni pošlo za rukom。サッカーで人々を感動させたい、そんなストイコビッチは6歳でサッカーと出会う。17歳でプロ入り。人から認められるとさらにそれに応えようとする妖精。実は14歳の時、彼を襲ったある出来事、膝の故障。サッカーができない、初めての思いだった。人に見てもらいたいのに。そして1992年、新ユーゴスラビア成立と同時に起こったボスニア内戦、その制裁措置で彼は国際試合の参加を認められなくなってしまった。母国のサッカーができない、今度は政治で。傷ついた妖精。そんな妖精は新天地に J リーグを選んだ。だがいきなりの退場処分。妖精の挨拶はたったの18分間。その妖精がようやくその姿を見せた。雨の試合、妖精は天を仰いだ。あるか。妖精がボールに触れた時、それまでのアクセクトした状況は一変する。昨年12月の終わり、ユーゴスラビアに対する制裁措置が一部解け、妖精は代表の10番キャプテンとして復帰。ブラジル、アルゼンチンと戦い2連敗したが、再び夢の場所に帰ることができた。しかし J リーグでの妖精はなぜ。開幕戦に続き2度目の退場、なぜ。子供の頃からのサッカーに対する思いがここにも出る。sve je došlo do toga u prevelikoj želji za pobedom, u prevelikoj želji za nekim dokazivanjem。妖精の思いをよそに、チーム内にこんな話が伝わる。彼はこの次退場したらクビだ。
またあの思いがよみがえる。サッカーができない。今度はチームのためとはいえ、自らの手で招こうとしている。そして次の試合、耐えた。サポーターに誓いを立てたかのように。その直後、この時の彼の顔を見たか。この瞬間、まさにこのゴールが快進撃の狼煙となった。グランパス快進撃の中のストイコビッチ、妖精からのボールが勝利を呼び込む。妖精の天才性を感じさせるこのシュート、その時のポーズ、次は狙う。そして次の試合、同じ状況が整う。妖精が道を見つけた。Skoro identyczna sytuacja. Ona sam dobro nacentrirao i na zadovoljstvo moje i na zadovoljstvo navijača. 今まで気まぐれとも取れる彼のプレーには、妖精のサッカー感があった。サッカーは芸術であるということ。直接行った。Osim igranja na rezultat, nekad je potrebno pokazati nešto publici što će im se svideti i o čemu će pričati。昨年ユーゴスラビア代表に復帰後、妖精はこんな言葉を残している。出場権を剥奪されてから僕はどこにも所属せず存在しなかった。でも今僕は存在する。あなたはサッカー場に妖精がいることを信じますか？ありがとうございます。